はい、おはようございます。今日もサムネせこいでしょお金がなくても1日10万円稼げるビジネスか、内気塗装っていう話ですけど、まあちょっと本当ごめんなさい、釣りが多いからね、金のこと書くんですけど、まあでも今日も本当にまあいい話しようかな、いい話っていうか、まあこれ職人さん以外でも聞いてほしいなと思ってね。これ何って言って、夏休みだからやっぱ学生とかすっごい見てるよっていう話をちょっと聞いて、こういう話ちょっと向けてやってるんですけど、これから就職する人たちねに向けてこういう話も面白いなと思うんですけど、何かな、俺職人ずっと16からやってて、まあ中卒だからこの世界入ったんですけど、まあいけないからね、そんな銀行とかいけないじゃん。だけどさ、俺がまず一つ思うのは、本当にこれからの時代、会社見極めないと、じゃあブランドだけでいってね、後悔することになるっていうのは、すごいインパクトがでかくなると思うんだよね。じゃあタクシーなんかそうじゃん、もうまあ昨日も同じような話したんですけど、 AI が発達したら、だって車全自動運転になったら運転手全部いらんくなるよね、配送業者もいらんくなるよねとか、いろんなことが起きると思うんですよ。ねえ、で俺は何ってこれから生き残れるビジネス、生き残れないビジネスって本当にいろいろあるだろうなと思って、こうやって YouTube やり始めた時も本当に思ってるのは、俺外気塗装業者でも本当にもう世界じゃない、まあまあ日本でね、もう今乱立状態ですけど、このね、できるだけオートメーション化して全国やって、オートメーション化してやっぱり少しでも単価を安く、いいものを安くして、ね、お客さんがもう選べる時代に来てるじゃん。で自分たちがこうやって、俺らも YouTube やってるから、どんなことやってんだろう、きちっとやってんのかやってないのかなっていうのがもう本当に分かる世界になっていくと思うんですよね。で昨日話したのは歩合の話なんですけど、歩合って本当にそうだけど、歩合でやってる会社、まあ歩合だから悪いじゃなくて、やっぱりその商品を高めるよりも、その売る技術をどんどん高める、そのね、そういうことやってる会社ってね、そのまあ会社全体のマーケティングっていうのは大事だよ。じゃあちゃんといいものを作って、これをどう広告宣伝していこうかっていうのは大事だと思うんですけど、その一営業マンに人海戦術でピンポンとか押してるような会社って、俺生き残っていけないんじゃないかなと思ってるの。だから俺はまあ最低でもそういうところをやってる会社で、いい仕事してるところに会ったことないから、まあ、こういうこと言うと湧くけど、まあ分かんない、それはまあまあ価値観だで分からんけど、俺はまあ今まで見たことない、まあ塗装なんかもう本当に見えるわけじゃん、隣で、あどこどこ塗ったんですかこれって言って、あやっぱりこんなもんだよねみたいなところがあるから、だからまあ一概に言えないんですけど、その何の話だったっけ今日あ1日10万円稼ぐねビジネスって、まずね、そのまあその一生懸命仕事、あ学校出て大学出て高校出てってやって、そんな現場に出たくねえやって思うかもしれないですけど、ね、職人はこれからね本当にめちゃくちゃいいと思うよ、俺は本当に。でその汚い綺麗なんちゃらっていうなんか、もうそんなんもう5年10年で変わってくると思う。何ちゃん今も空調服ってあるでしょ、涼しい服で、そういうのがどんどん出てくるし、まあ、こうなったらもう体服にエアコンがついてるとか、だってバッテリーの問題だけクリアしちゃう、バッテリーがね、で電気の問題だけクリアしたら、もうエアコンの服とかも出てくるだろうしね、本当にブルーワーカー汚いなんていうのはもうなくなってくると思うんですよ。でまあ現場でもそうだと思う、全部手でやるんじゃなくて、で機械設置してガーってやって、それなんか問題起きたら直すみたいな感じに現場も変わってくると思うんですよ。そういう中で俺はその現場仕事ってさ、本当に今人手不足だし、海外の子からも来てくれてるけど、人手が足りないんですよ、なんぼあっても。ってことは人をさえ抱えてる、やっぱりまさに本当に仲間を集めれたらビジネス成り立つんですよ。でじゃあ俺もさ、まあこれさ今このね動画撮る用で。こんなんやってるけど、本当はまあこんな格好でうろうろしてるんですよ。まあ今日も YouTube 撮ってきたからね。で、まあ着替えるからね、現場でね。で、この半ズボンでこうちょろ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 して、まあしょうもない人間だけど、何その、別に、じゃあ塗装屋やる、職人やる、俺はもう会社して独立するぞってやったら、別に現場で撮るのって3年とか5年ないし、10年だと思うんだね、世で撮っても。
ていうことはさ、そのまあうちの従業員にも言ってる、まあ、お前ずっと現場で終わったらそんで終わるぞって、1日2万円で終わって、まあ、ボーナスとかもあるもんで結構いいと思うんですけど、まあ、2万円限界ですって俺はね。あのだからその何らかしらのリーダーシップを切って リーダーになりなさいって言ってるんだけど、ねまあ、会社に勤めようが何しようがいいんだけど、なんちゅうかな、仕事ってやっぱ、ね、生活のためにやるからお金ってやっぱ稼いでいかなあかんじゃん。そうなるとやっぱできるだけ稼げる可能性が高いところにやっぱ行った方がいいわけじゃないですか。多分ね、また金の話ばっかだけど、しょうがないよね、 YouTube がね、金の話すると見てくれるから、ね、これであのテロップが入ればね、ちょっとかっこよくパーンってね、バーンってなるんですけど、ちょっとあれですけど、うん、でまあ塗装業っていうのは、そうそう、まあ、最初に言ったように、まあ、中卒でもまずなれる、修行して腕磨けばなれる、ね、あとはまあ人使えればいいよね。であとはね、何ってやっぱ塗装業ってね、本当にまあ足場とかだとちょっと難しいんですけど、道具さえあればできるんだわ。塗料を買って、足場なんかまあ自分たちで組まんでいい、別に外注さんに組んでもらえない、足場屋さんっていうのがおるから、あの足場組んでもらえばいいし、でいい仕事したらやっぱ見やすいんだわ。近所でもう評判になるし、やっぱいい仕事しとって安くやってくれたよって言ったら、あんたのとこどこでやったの、これ綺麗に塗ってもらったねって言って、いやー安かったんだわーってさ、やれや、本当に塗装業こそちゃんと評価してもらえるような世界なんじゃねえのかな、わかんないけど、俺はその他の仕事やったことないからね。まあだって他の仕事がいい悪いはちょっと俺は簡単には伝えられないけど、だけど家にその外壁がもう100年持つような外壁材ができたっていや、それは話は別ですけど、だけどそれ難しいんだ、外壁材だけじゃないから、木部とか鉄部もあるし、結局何らかの10年15年で1回はやっぱ足場かけてメンテナンスってかけなあかんと思うんですよ。だからなんちゅうかな、必ずその家のメンテナンスっていうのは絶対あるから、そのメンテナンス業、まあどんなことでもいいと思うんだけど、このブルーワーカーみたいな感じでかっこ悪いと思うかもしれんけど、めちゃめちゃ俺かっこいいと思うし、でそういう何仕事をして、その自分が成長して会社が成長したら、じゃあ俺も現場でペンギン塗るかって言ったら、それ塗らないわけじゃん。で塗らんことがかっこいいかっこ悪いじゃんけど、やっぱ俺もじゃあ今からじゃあ現場行って足場組んだり塗装したりすることにモチベーションが上がるかって言ったら、やっぱ上がんない、うん、だけどやっぱ俺経営者って本当にいい職業だなと思うのはさ、その興味があることをやれるわけじゃん。でやっぱね、これ昨日も言ったんですけど、そのプロが雇えるわけじゃん。税理士さんを雇って、まあ、税務のことは任せる。だからまあ一般の人でもそうでしょ、家のプロを雇ってお金払って、まあ、100万なり何なり払って家塗ってもらうってことは、まあ雇えるわけじゃないですか。でそれと同じで、だって俺はもう毎日その連続だよね、何百人っていう人を雇って、まあ、協力業者の材料屋さんもその俺が塗料作ってさ、塗装屋だから塗料作らなあかんって言ったら、そうじゃないでしょ。だから塗料作るプロを雇ってっていう言葉もちょっとおかしいけど、で塗料を買うわけじゃないですか。それがまあ経済の発達でしょ。まあ、昔はその多分ね、その竹槍でそのマンモス倒しとったような時は全部自分たちでやるわけじゃないですか。火も作って、自分たちで野菜も作って、で自分たちでマンモス捕まえて肉にしてってね。けど発達してきたらマンモス捕まえる人、野菜を作る人、ね、家をきれいにできる人っていうか、その内装とかね、まあ、石のなんかよくある岩のホラー穴みたいなところに進んだと思うんですけど、まあ、そこにね何かやる人で、あと火を起こすのがうまい人っていろんな風に分かれてって、だんだんこういう風になってきたと思うんですけど、多分だよ、これもうコメントでそういうまあ、教えてほしいで、まあ、そういういい書き方だったら書いてほしいな。俺もちょっと知識は勝手なことで喋ってることもあるんで、ただその変なおめえバカがみたいなことは書かんでね、もう本当にイライラするから、あれ見るとキューンって胸がね、この辺がキューンってなるの、本当にあれ見るとクーンってから書き加えたのかなと思うんですよね。なんだお前って、その物言い方ないだろうっつって、住所送れお前んち行ってるぞみたいな感じ書いたのかなと思うんですけど、うん、まあ、それやったらもうこういうこと言って、ああしまったなこれ、ノーカットでこういうこと言うと、まあそういうこと書くやつがおるでな、まあいいわ。で、うん、まあ本当に1日10万稼ぐなんて本当に簡単って言ったらあかんけど、一生懸命現場って綺麗に塗るって、まあ俺は自分で塗れないけど、まあでも一生懸命、そんなに難しいことないわけよ。ロケット作るみたいなさ、0コンマ1ミリみたいなさ、
単位の仕事じゃないわけだし塗装ってね、うん、だけど家をやっぱ綺麗にする仕事だからやっぱお客さんにも喜んでもらえるし、うん、俺この塗装業って本当に稼げると思うけどな。で建設業その全般に広がっていくじゃん、足場もそうで、ね、より会社を大きくしていこうとか独立してやっていこうと思ったら結局じゃあマンションの塗装や、まあ、うちは今のその段階に来てるね、大きいマンションだとか工場だとかを塗装を今してるんですけど、まあ、そういう段階にも行けるだろうし、うん、だからまあ何かな、まあ、みんなが、ね、塗装の職人さんとかまあ見てんだったら俺は独立してそういう1日10万円稼げるっていう世界に、まあ、まず向かっていくことも一つ大事だし、あのこれから学生の子たちは、まあ、どういう会社に入るか、ただ稼げる、今日明日稼げるから3年5年スパンで見るんじゃなくって、やっぱあの生涯を設計していかなきゃから、本当にね、だから俺はこの会社で3年何かを学んでまた辞めるっていう人はそれはいいと思う。だからよくあるのは、よく本当の俺経営者とかよく聞くと訪問販売でやっぱすごい荒稼ぎしてその金でも全部使っちゃうのはやっぱストレスもすごいから、でそれでお金貯めてなんかやるんじゃなくて そこで訪問販売のノウハウ技術を見つけて、究極は俺がそうこの、まあ、iPhone のイヤホンだけどさ、これ5万円で売りますと、でそれを見つけるのが仕事みたいなもんよ、方法なんか、あの値段が分かりにくいものを見つけるので、もう外壁塗装なんかまさにそれがうってつけなんだわ。だって値段つけようがないじゃん、こんな全部家違うから。だから300万で売るか100万で売るか、まあ法律上許されちゃうんだよね、うん、だからそれをまあお前ら売ってこいって、売り合い何パーセントバックしてるよって、うん、いうビジネスで何を探してる。だってまあこういうこと言うとそういう業界から叩かれるかもしれんけど、あのじいちゃんばあちゃんのあの健康商法とかね、うん、だからね、もうまさにそういうのってまああれじゃん、訪問販売的っていうかね、集めてかき集めてタダでなんか配って集めてどっかにね100人ぐらい集めて、でそこでなんか売りつけるわけでしょ、まあ、訪問型じゃないけど来店型訪問販売みたいなもんでしょ、うん、だからうん、まあそういうビジネスでそのノウハウを見つけて学んで、そういうところのいい悪いを身につけるために働くっていうのはもちろんいいと思うんですけど、本当に人生って、俺もそう16から職人やってこうやって、やっぱそこからある程度このね、本当は360度人生で開いとると思うんですけど、だんだんこう狭まってくるじゃん。俺が今からなんかね、例えば船乗りになろうとかね、まあスポーツ選手になろうってもう無理じゃん。無理じゃないかもしれんけどね、こうだん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 人生って狭まってくると思うんで、早ければ早いほど、うん、だから大学に行く高校生中学生でもそうだと思うよ俺。じゃあどういう、ただいい大学に行くってまあ言うでしょ、まあ、これ前回もこれ話したのかなと思ったけど、これは来なと思ったんで言わんかったんですけど、前回中途採用行くじゃないですか、で合同説明会って言ってさ、ブース借りて何百社って100社とかがブース借りて行ったことあるんですよ、うちも何回か。そうするとさ、やっぱ来てる人、そういうのにね、採用会社を辞めて来てる人だよね、そういう人たちって。もしくはもう辞めようと思ってる人、まあ、全部が全部じゃないけど、あ多いなこういう人がっていうのは、例えば銀行とかさ、一流の大手銀行に勤めたけど、もう多分そういう人って親にさ、小さい時からもういい大学にさえ出ればあんたはいいところに就職できるからって言って育てられて、友達と遊んだこともないし喧嘩したこともないしね、何もしたことない、もうひたすら勉強だけしてきた人たちが、そういうところにもうすっごいダブついてる。だって今銀行良くないからね、決算が多分あんまり、俺これまあ俺知識だでね、正解じゃないかもしれないけど、もう本当にあんまり良くない。銀行員とか俺もいろいろ話聞くからさ、もう金利とかが安くなってっちゃったから儲けがないんだわあいつら。だからいろんな商品を売るんだわ、クレジットカードのあれ売ったり、会社の他の会社の商品を売ったり、銀行マンがね会社に来るから、うん、だからね、厳しいから、うん、もう本当に銀行もアップアップだと思うから、だからその勉強しかしたことない、もう東大出た京大出たとか頭いい子たちが本当に面接行くんだよ、こんなちっちゃい、ね、10億そこそこもう行ってないような会社に、ブースで話聞いて、ほんで会社まで面接来た子もおるんだよ。だけどもうこれメモなんかこんな感じよ、うん、でなんかもう血走っちゃってさ、もう人と喋ったことがないみたいな人ね、うん、だからまあありがとうって言って、まあ一流大学出てるもんね、まあそういうやつこそこんな風になってさ、いや僕こういう大学出てますんでって、もう大学の話ばっかよ、そういうやつは。大学の話ってか、まあそんだけ起点もないな、あいやあ
ってまあそういう人たちを悪口言うわけじゃないけど、まあ今そのね聞いてる人たちがどういうポジションにおるかわからん、中卒でも高卒でも何でもいいや、そういう人間にはなっちゃうな。で親が間違ってるって言い方はおかしいけど、親が分かんない、親の時代はそうだったな本当に。だから親の時代で話しちゃう、だって俺も俺の時代で話しちゃうじゃん、俺の経験でこれも喋ってるし、俺の経験で多分子供にも言うし、だから親はもう間違ってないんだわ。ただ今はそれは通用しないんだわ。でなんか違うなってお父さんお母さんの言ってることって思いがあると思うんだよね。で今職人さんでもそういうのってあると思うんだわ。だからそれは自分を信じることだと思う。あの情報弱者じゃん、大人の方が情報弱者だと思うんだよね今。子供ってもう小学生中学生からインターネットで毎日いろんなもの調べとるもんで、もうすっごい知ってるじゃん。だから本当にね、子供に LINE のやり方聞いた方が知ってるし、こういうの調べてくれって言ったら、もういやそんなんこうだよってさ言うじゃん。だから自分たちの情報をやっぱり信じるべきだし、ネットに書いてあることが本当に嘘多いけど、嘘じゃない、あの着色して大げさに書いてあることはいっぱいあるけど、嘘っていう嘘、本当のゴシップって、まあ、ゴシップ系のことがあるかもしれんけどね、ニュースの。だけどそれすらもさ、まあ見てる人はもう若い子たちは特に思うけど、それすらも見てたらなんとなく分かる。俺も結構ネットを調べるの好きだったから、家で結構もう仕事のことすっごい調べるから、だから YouTube とかもすごい勉強してできるわけじゃん俺こういうことね。42だよ、 YouTuber だよ、 YouTuber って言ったらいかんけど YouTube できるよ、ね、管理も全部自分でやってんだよこれ。だからその動画編集も自分でやったことあるしね。でそういうのできるってやっぱすごい調べてるしね、勉強してるからだと思うんですけどね、若い子たちなんとなくその勉強、それがもう勉強だからね。だからビジネス経営者になったら特にそう、遊びが仕事になるっていうか、もう興味のあることが仕事になるしね、まあまあ何言ってるかよう分からなくなってきたけど何言ってるか分からないさ、まあまあとにかく、10万円稼ぐなんちゅうのは本当に、まあ若い子であればあるほど、別にお金なんか本当にお金なんかだ、枠は寛容に言わなあかんなと思うと悩むけど、所詮お金なんかお金だ、お金があって友達がいないよりは、ね、いっぱいブランドボンバが来てさ、ね、そんな人生よりは別にお金ない方が俺はいいんじゃないって思うし、お金ないわやだな、好きな時に友達と会えてご飯食べに行こうって言ったらご飯食べに行こう、別に高級なもんじゃなくていいじゃん、その辺で飯食いや、今時1000円2000円、まあ、3000円やら酒飲んで、ね、腹割って話できるじゃん仲間と。だからそういう金があればいいだろうし、だから俺も別に そう思ってるしね自分で。ただ持ってるだよやっぱ、また最近ちょっとね海外行ったって言っていろんなね経営者ともいっぱい会って、日本帰ってきてもお会いさせてもらっていい話いっぱい聞けたんだ俺帰ってきてから。でそれからもう超やりたいこといっぱい出てきてんだけど、もう頭の中モヤ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 してんだけど、そうするとやっぱ資金がいるし安全なところでやらなあかんからね、従業員に迷惑かけたらあかんからさ、もちろん先行投資でしょ、この5年後10年後のための先行投資で、ね、じゃあまあまあさ、まあ、ちっちゃかったら100万円でもいいや、1000万円でもいいや、1億でもいいや、それ投資するっていうのはこれ失敗したら会社が潰れるようなことはできないわけじゃないですか、今母体があるからね、だからまあね、あれだけど、まあ、何の話だったかまたね、まあ、すぐ浮遊しちゃうけど、まあ本当皆さん自分を、まあせっかくこんな面白いかどうかわからないけど、これね、まあ本当に俺も本当に嘘なしでは話してる、わからないように喋らなかったって言えないことはあるから、悩んで喋ってることもあるけど、まあ最低でも嘘はつくってね、何かのメリットがあるからこういうことを言って何か人を引きつけてやろうとか、そんなことはもう全くないから本当に。だからこれで何かスイッチが入ったらやっぱ自分に問いかけるとか、俺はまあそういう回数がちょっと人より多かったから自分に問いかける回数がね、でやっぱ経営者になろうって決めてやっぱやったわけじゃないですか。だから自分に問いかける回数を増やして、1日10万稼ぐなんて本当にもうへでもないと思う、一生懸命やれば。もうお金なんか別にお金が怖いと思ってるとか、お金がその汚いもん、お金が怖い、お金稼ぐって怖い、そういろんなことを思ってる人に別にお金じゃない、お金なんか無味無臭や、水だと同じやん。だ本当に水が欲しいと思ったら海取りに行きゃコップで何杯でも取れるでしょ、それと同じぐらいのもんだと思うんですよ、だからそんなだったら俺が1兆円いけるかって言ったらまあいけるかもしれんな、俺本当にでも社員にも言ってるからね、会社なんかどんだけでも大きくなるぞって、
自分たちが求めたらって、うん、だからただその理念が一番だからね。前回も言ったように理念のために会社出かけするんであって、出かけするために理念があるんじゃないで、うん、で守るものがあるでしょって。仲間を大切にするとか、挨拶がきちっとできる、お客さんも喜んでくれる、で会社に来るのがみんな楽しい、そういう会社作るためにお金が必要、利益が必要、大きくしていかなが、だってせっかく作るんだってかっこいい会社がいいじゃん。で従業員みんなここになんかさ、まあ、いつかこのね金鉢みたいなのつけてさ、はあ、ね、株式会社じゃないのに二階堂上で働いてんだって、かっこいいなって、俺もあそこで働きたいわって言われる会社にしてあげたいなってやっぱ思うしね。うん、まあそんな感じです。